九州の町の明かり、町の電気を支えていると言っても過言ではない、一社です。3分企業研究アット福岡、今回はこちら株式会社関西ホールディングスをご紹介します。業種は商社ですね。本社は福岡市博多区にあります。ポイント1つ目、電気を守る仕事九州ナンバーワンと書いてるんですが、この関西さんという会社のメインの仕事はですね、電気設備資材の商社です。例えば照明ですとかスイッチ、あるいは換気扇、エアコン、あるいはその省エネ資材といったようなですね、住宅とか商業施設にまつわる電気にまつわる資材をですね、ありとあらゆる資材をメーカーから調達して現場に届ける、こういう仕事をしています。言い換えるとですね、この関西さんのような会社が福岡のあるいは九州の町の明かり、町の電気を支えていると言っても過言ではない、一社です。その中でも特に九州でナンバーワンの規模を誇っている、強さを誇っている企業がこの関西ホールディングスです。2つ目ポイント、人が好き、町づくりが好きという会社です。この関西さんの主な仕事というのは営業なんですが、お客様先を訪問してそこにある困りごととかニーズをヒアリングして、そのニーズにぴったり合う商品を何万点もあるメーカーの商品の中から適材適所適時で届けるという仕事をしています。ですからもうとにかく人に話を聞いて、この人の困りごとを解決するのが好き、ニーズを叶えるのが好き、あるいはこの仕事を通じて町づくりに貢献することが好き、こういうキーワードにですね、響く学生さんにとってはいい会社だというふうに思います。3つ目、住環境のコンサルティング企業へと書いてるんですが、これまでこの関西ホールディングスのメイン事業は先ほど申し上げた通り電気にまつわる設備機器がほとんどだったんですが、これからは住宅にまつわる電気以外の設備もどんどん領域を広げていこうというふうにこの企業トップの押田社長がおっしゃっています。そういう意味でですね、これから まだまだ活躍の幅が広がっていく、非常に成長の余地の残っている企業、それがこの関西ホールディングスという会社です。ということで今回は営業に興味がある、まちづくりに興味がある、こういった学生さん、さらにこの明かりを支えるという仕事に何かこうビビッとくる、そういう学生さんにとっては必見の会社です。